2021年上半期1月から6月文春オンラインで反響の大きい竹地ベスト5を発表します。国内部門の第4話はこちら。初公開日2021年3月29日。全国に9カ所ある女、少年院。犯罪に手を染めてそこへ入ることにってしまった少女たちは普通が何かわからいという。 自分も同じ思いだったと語る中村。エコさんは自身も少年院に入院したという言を活かし、ノンフィクション、女子少年院の女たち、普通に生きることがわからなかった。クラシャを上司した。中村さんが著書出版に至りまでの経緯を教えていただいた前編に続き、ハンデは取材を重ねた女子少年院の少女たち、実態について詳しく伺った。全2回の2回目。 前編読む少女たちを取材していて印象的だったピソードをお聞かせください。中村幸せになのが怖い幸せを感じたことがない少年院にいた自分が幸せになっていいのかそんな言を何度も彼女たちの口から聞きました。そう思いを抱えるに至るまで今まで一体どんなカツオを送ってきたんだろうか。それは女子少年を回り始めた時から そして取材をしていい、中でもずっと感じていて。他にも、初めて後おついたち3食食べることを知ったとか、初めて信頼、切る大人に出会ったのが少年院だったって、うこもいましたね。東北の女子少年院に、お父も刺したという女の子がいました。刺した、ゆは、お父さんから性的虐待を受けていたか、なんでお母さんに相談しなかったのって聞きたら、お母さんが、 幸せそうだったから言えな、たって。自分も幸せになっていいはずなの。この子はずっとお母さんに遠慮して我慢し、いたようです。こういった子が少年院に装置、出る理由というのは、親を刺した罪だけが利、ではなくて、子供を置いておけない環境の家、ら引き離すという意味もあります。そんな、や、なく、罪を犯してしまう少女たちに、共通点は、るのでしょうか。中村女子でも、 男子でも、居場がないとか、孤独だとか、どうせ私なんかって、じる気持ちは一緒なんだなって思いました。つて私が抱いていた気持ちを、今の子たちも、じている。そういった意味では、犯した犯罪は、れぞれ違っていても、根底にある問題は同じ。だ、手を差し伸べてくれる人や理解してくれ。人が、私の10代の時よりも減っていて、無関心、人が増えているのかなということも感じて、ます。 当時金髪になった私を見ても、近所のお、さんやおばさんは声をかけてくれましたか今は昔と比べたら、孤独になりやすい環境か、知れません。この言葉だけで片付けたくはな、のですが。